はい、どうも、まみえです。マリオストーリーパート7です。はい、前回はですね、このノコノコ村の、今ここ違うんですけど、ノコノコ村で、なんか、チョモランって言ったかな。そいつに、甲羅を取られてしまって、カメキのですね。カメキの甲羅が盗まれてしまって、今、取り返しに行っているところです。で、これですね、どこに甲羅があるかっていうのをね、あれ、見つけてみろっていう話ですね。まぁ、ちょっと、どこにあるか当てろっていうですね、指示させてください。おぉ、ちょっとわかんないけど、ここかな？よし。あと1回くらいかな？あと1回ですね。集中させてください。あ、ここっすね。よし。え、こんだけ？え、戦わないの？終わり？マジで？終わり？戦わないっけ？ソロボンか。そうですね。はい。これで返して、とりあえずは終わりですね。チャールズ。まぁ、ちょっとコメントを、すっ飛ばしますが、カメキを仲間にしていきますね、やはり。これから、結構、必要なんで。というか、こいついないと、これから結構無理ですからね。さっきのバッジもそうですけど、あれ？出たー、やっぱり出たー、こいつら。まあ、ここはカメキの見せどころっすね。ギリギリで、ほら。これで終わり。うわ、なんだなんだなんだ。これ防ぎようがないな。なんだこれ、防ぎようがない。よいしょ。神木のアタック一体残るの。気持ち悪いな。アタック、よし、まだか。よいしょ。パーポイントゲット。帰れ、スライムみたいなやつやな。よし、あとはここを、よいしょ。お、最大規模が増える。とりあえずクリアっすね。中道も仲間になったし、これでいいね。ここにあとあれがなくなってるけど、まあいいや。あれ変わってる。ああ、また生きてた。よいし、なんかないね。ないね。とりあえずここを一軒一軒回ってみましょう。あれ、なんだこいつ。朝礼の小次郎。頼みって何？チャールズさんのところで、亀の神秘。ボン。
どこチャールズって。ここ。こいつか。ボン。何神の神秘って。神に神秘なんてあんのか。コイン1枚。多分まだミッション続くと思うんですが、まあ、そんな暇もないので、とりあえず進みたいと思います。アイテムを買ってもいいか。ちょっとここ見ていきましょう。何買おうか。あ、ねえな。金もためよう。一軒一軒ちょっと回ってみましょうか。何かあったよ。頼む。おい、俺のおかげだと。俺っていうかマリオのおかげでクリアっていうか、まあ、楽になったんだから、ちょっとくらいあんたね。まあいいや、ちょっとここ出ましょう。なんかなかったっけ。なんかなんもないか。で、何のためのやつだよ。よいしょ、よいしょ。次のとこ行ってみましょうか。なんだ、なんかこれなんだ。おおお、なんだこれ、なんだこれ。おおおおお。あれ、もうねし。おお、おお、今のすげえ。なんだあれ。しかもマリオがスターになった時の曲が流れてて、なんだこいつ。スルー。え、怒った。はい、スルー。お、あれは。うえい。戦う気にええけど。どうしよう。うえい。あ、やべ。あー、まあいいや。あれ、セーフなかったっけ。ゴージュあったような気がするが、ゴージュできなかったかな。あ、時間も時間か。どうしよう。じゃあこれ取って終わりにするか。届く？届けた。うわ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 、お前殺して終わりか。やばい。ちょっとこれは終われない。戦い途中ですが、終わりにさせていただきます。もうできた。はい、ご視聴ありがとうございました。